こんにちは。今日は勝ち時に来ております。すごい今もう海です。海暑いです。とってもすごいこう、癒されますね。海好きなんですよね、結構。ほとんど行かないんだけど。いいね、歩いて。歩いていいんだけど。めっちゃ歩いてる人いる。今、こちらは、動く歩道ですので、のんびりとしておりますけれども。今日は目的は東京都合唱祭という合唱祭がありまして、そちらに行こうと思って、午前中からやってるんですけれども、午後、午前の部、午後の部、夕方の部みたいなざっくりといくつかに分かれていて、午後くらいから見ようかと思ってたんですけれども、まあ案の定この時間というか、今午後の部、あ、夕方の部に向かっていますね。海の近くに来ました。いつぶりだろう。結構久々ですね。暑い。でも潮風っていいですよね。潮風ってこと潮風じゃないかもしれない。ほらすごいな。伝わりにくい、この美しさ。もう海ですよ、ここ。海伝わらない、全然伝わらないですね。暑い。でも気持ちいいね、やっぱりね。風が気持ちいいです、とっても。今日のスタイリングですか。今日はユニクロの T シャツにユニクロの短パン、あとは、サイとパンのトートバッグです。サイとパン知りませんか。ブランドなんですけれど、パン屋さんです。はい、こちら、はい、買いたいと思います。すごいすごい、めっちゃ怖そう。一番上の渡り廊下、すごい怖いですね、あれね。4階まで行くのか。4階、よいしょ。独特なんでね、少しでも階段を行きますよ。ということで、これから合唱祭に行ってまいります。それではまたね。